クッキーです。今回ご紹介するのは、人はいじめをやめられないという、なかなか衝撃的なタイトルのこちらの一冊です。で、この本で書かれているのは、いじめと帯にも書かれていますが、脳内ホルモンとの関係が書かれているんですけれども、例えばですね、オキシトシンというものですとか、セロトニンとかドーパミンとか、なんか聞いたことがあるような、こういうホルモンがいじめとどう関係しているのかというようなことが書かれていまして、非常に興味深くて面白い内容でした。で、印象に残っているのは、人はですね、実はなんと恐るべきことにですね、いじめということをするときに快感を実はこの脳的には感じているということだそうです。ですので、こう頭では良くないと思っていても、やっぱりこう気持ちよくなってしまうので、こうどうしても自然とこうある状況になってしまうと、いじめが発生してしまうということが書かれていました。で、もちろんその理屈、メカニズムだけではなく、対処方法、回避方法なども書かれていますので、この脳っていう点観点からのこのいじめ、ご興味ある方はぜひ読んでみてください。非常にためになる内容でした。